国際競技連盟連合は国際オリンピック委員会承認団体である。救命スポーツワコード。別名国際スポーツ連盟機構。1967年に国際競技連盟連合として設立。夏季オリンピック国際競技連盟連合、冬季オリンピック国際競技連盟連合、IOC 承認国際競技連盟連合、独立スポーツ組織同盟に加盟する。 国際競技連盟が加盟している。これら IF は原則3大陸40カ国以上の国内競技連盟が加盟している。他にパラリンピック、ワールドゲームズ、ワールドマスターズゲームズ、ユニバーシアード、スペシャルオリンピックスなどの国際総合競技、大会主催者などの国際スポーツ関係団体、国際スポーツ関係団体が、 スポーツの普及、オリンピックムーブメントの推進、アンチドーピングの徹底、情報の共有、協力協調を目的に加盟する、世界最大のスポーツ組織である。ワールドゲームズの競技、種目は、ゲースフの、加盟イフの統括する、競技、種目のうちオリンピックで実施されていないものから、選ばれる。複数競技大会のワールドコンバットゲームズ、 スポーツアコードワールドマインドゲームズワールドアーバンゲームズを主催している2003年第1回スポーツアコード国際会議を開催2009年3月団体名をこの会議イベント名のスポーツアコードに解消同年本部をモナコからローザンヌに移転2013年5月にスポーツアコード会長に当選した 国際柔道連盟会長であるマリウス・ビゼールは、マーケティングとメディア戦略を統合して、財源を増やす狙いから、2017年度をめどに、スポーツアコードに加盟する91のイフの世界選手権を一堂に会した、合同世界選手権開催の構想を明らかにした。これは現オリンピックに対抗する新大会創設を意図するものと見られている。 2015年4月にロシアのソチで開催されたスポーツアコード総会で2期目の会長当選を果たしたばかりのビゼールは IOC 会長のトーマス・バッハが推進する中長期改革オリンピックアジェンダ2020に対してイフの権利が適切に扱われていないスポーツ界に利益をもたらさないイフのために多くの提案をしたが好意的な反応はなかった すべての団体に公平に対応してほしい、時代遅れで不公平と、あからさまな批判を行った。さらには、オリンピック開催都市が追加種目を提案できる権利を認めたことは、オリンピックを不安定にしている行為だとして、IOC との対決姿勢を鮮明に打ち出した。これに対してバッハは、五輪改革は長期間、対話を重ねて進めているとの見解を示した。 なお、ビゼールの発言は、スポーツアコード加盟団体に大きな反発を呼び起こすことにもなった。国際サッカー連盟や、国際水泳連盟など10を超える加盟団体は、ビゼールに対する抗議文書を提出した。国際陸上競技連盟や、国際射撃連盟世界レスリング連合などは、スポーツアコードを脱退する方針を表明した。 国際パラリンピック委員会も脱退を決めた。祖父や国際ボクシング連盟もスポーツアコードとの関係を一時停止することになった。このように多大な反発を受けたことに対してビゼールは IOC を批判した際の手法やマナーを謝罪したものの自分の声は自分の意見でもある。スポーツ界は誰でも自由に表現できる場所だと。 自身の見解は依然堅持することとなった。なお、ビゼールは、事態打開のために、バッハに会談を申し入れたが、バッハ側は態度を保留した。ビゼールは、会談に向けて、オリンピックにおける実施競技の追加や、IOC 員の選考に関する明確な基準を要望した。また、独自の改革案として、オリンピックに、賞金制度を導入することや、 全ての非オリンピック競技をオリンピックが開催される前後に公開競技として実施すること、さらには、イフへの分配金を増額することや選手を支援する基金の設立など20項目の議題を提案した。しかしながら、ビゼールが会長を務めるアイフを除く夏季オリンピックの全イフがスポーツアコードからの脱退や関係停止を表明したことや、 2017年のスポーツアコードワールドコンバットゲームズを開催する予定だったペルーが辞退したことなどを受けて5月31日にビゼールはスポーツアコード会長を辞任することを表明した。また2020年の東京オリンピックの準備状況を監督する IOC の調整委員も辞任した。ビゼールは辞任に際して会長を務めていた。 この2年ほどの間、IOC に対して、多数の共同作業の提案を試みるも、にべなく拒否され続けてきたとした上で、私の提案は正しく、スポーツの価値を守るものだと思っていると、改めて強調した。2017年4月、会長のパトリック・バウマンのもと、団体名は、国際競技連盟連合に戻る。会議イベントは、分離独立し、 スポーツアコード国際会議としてその後も残った。2020年現在、本部はスイスのローザンヌにある。ビ微行、金運流は韓国で、抗金横領などの容疑で逮捕され、ゲース府及び国際オリンピック委員会の公職から追放となった。上記のフェアブルハヘイの会長任期には2004年から2006年までの会長代行としての任期も含む。評議会は、 ゲースフの執行機関で、会長を含む9人の評議員で構成され、総会によって承認される。評議員は、以下の配分で構成される。2013年8月現在ゲースフありがとうございます。